ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はマイティの上アニマル浜口アジアタックダッシュについて触れてまいります。1977年11月6日国際プロレス後楽園大会で小鹿大熊の持つアジアタックに井上浜口が挑戦。見事小鹿大熊を破り第32代アジアタック王座に輝きました。なお他団体の選手がアジアタックを獲得するのは井上浜口が初となります。井上浜口の最初の挑戦者は靴和田高千穂組で、靴和田高千穂組の挑戦を退けた後は大熊小鹿組の挑戦を2回連続で退けます。そしてキムイル道場の大手軍ヤンスンヒーの挑戦を退け、アジアに敵なしと思われた井上浜口の前に三度極道コンビが挑戦に名乗りを上げます。試合は執念に勝る極道コンビが勝利し、半年ぶりに全日マットの主砲ともいえるアジアタックのベルトを取り戻しました。敗れはしたものの、その後井上と浜口は IWA 世界タッグを奪取し、国際プロレスを代表する名タッグとなりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はマイティ井上アニマル浜口アジアタッグダッシュについて触れてまいりました。